トーマス・ケビン・レインは、アメリカ合衆国、ミズーリ州セントルイス出身のプロ野球選手。左投げ左打。2007年の MLB ドラフト26巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、6月11日に契約。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイで、プロデビュー。16試合に先発登板して4勝8敗。 防御率4.6366奪三振の成績を残した。2008年は A 級サウスベンドシルバーホークスでプレーし35試合に登板して6勝5敗。防御率3四4 4 7 1奪三振の成績を残した。2009年はまず A 級バイセイリアローハイドでプレーし29試合に登板して4勝2敗。 防御率2.8643奪三振の成績を残した。8月に AAQ モービルベイベアーズへ昇格、6試合に先発登板して0勝3敗、防御率4.9424奪三振の成績を残した。2010年は AAQ モービルでプレーし、26試合に先発登板して12勝7敗、防御率3.7491奪三振の 成績を残した。2011年は AA 級モービルとトリプル a 級リノ A シズでプレートリプル a 級リノでは32試合に登板して受賞七7敗、防御率6.2156奪三振の成績を残した。2012年はトリプル a 級リノでプレーし、5試合に登板して0勝2敗、防御率10.3514奪三振の成績を残した。 パドレス時代2012年5月2日にトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。移籍後はトリプル A 級ツーソンパドレスで5試合に登板したが0勝2敗防御率10.35と結果を残せず6月に AA 級サンアントニオミッションズへ降格。AA 級サンアントニオでは32試合に登板8月14日にパドレスとメジャー契約を結びアクティブロースター入りした 同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。6点ビハインドの8回裏から登板し、1回をムワンダ無失点に抑えた。9月4日のロサンゼルスドジャース戦では、同点の延長10回裏から登板し、1回をムワンダ無失点3奪三振に抑え、直後の11回表にパドレスが勝ち越したため、メジャー初勝利を挙げた。 この年メジャーでは26試合に登板して2勝0、敗2セーブ、防御率3.2425奪三振の成績を残した。2013年3月9日にパドレスと1年契約に合意。3月29日にトリプル A 級ツーソンへ移動し、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ツーソンで19試合に登板後、5月24日にメジャーへ昇格。 5月26日のダイヤモンドバックス戦に4回、1死から登板したが、2.1回を3安打1、失点で負け投手となり、翌27日に、クレートン・リチャードが故障から復帰したため、トリプル A 級通ンへ降格した。6月1日にヒューストン・ストリートが故障で離脱したため、メジャーへ昇格。昇格後は5試合に登板し、計3.1回を無失点に抑えていたが、 6月14日にストリートが復帰したためトリプル A 級ツーソンへ降格。6月24日にマイルズ・マイコラスが故障で離脱したためメジャーへ昇格。3試合に登板したが計1.2回で3失点と2敗目を喫し、6月28日にトリプル A 級ツーソンへ降格した。選手枠が拡張された9月1日に再昇格した。 この年は14試合に登板して0勝2敗、防御率2.086奪三振の成績を残した。オフの10月25日に DF となり、11月4日に40人枠を外れる形でトリプル A 級通算へ降格した。11月5日に FA となった。2013年11月10日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2014年は、 トリプル A 級、ポータケットレッドソックスで開幕を迎え、30試合に、登板して5勝1敗6セーブ、防御率1.51と高騰。7月5日にダブルヘッダーで、ロースターの枠が空いたため、レッドソックスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のボルチモアオリオールズ戦、ダブルヘッダー第2試合で3点ビハインドの6回に、死から登板し、 0.2回を無安打無失点に抑え、7月6日にトリプル A 級ポータケットへ降格した。8月1日に最小格した後はワンポイントリリーフを中心に30試合に登板。喫した自責点がわずかに防御率0.95という驚異的な成績を記録した。2015年は前年から倍増以上チームでは アレクシー・オガンドと並び最多イ,タタイの64試合に投げた。しかし、防御率で自己アーストの3.97を記録するなど、やや低調だった。2016年、リリーフ陣の一角として34試合に登板したが、防御率3.77ホイップ1.43と、やや精細を欠いた。8月2日にリーフとなり、6日に自由契約となった。 2016年8月9日にニューヨークヤンキースと契約した。宿敵のヤンキース加入後は29試合にリリーフ登板。2勝1セーブ、防御率3.38ホイップ1.06と高騰した。シーズントータルでは63試合のリリーフ登板で2勝1敗、1セーブ、防御率3.6338奪三振という成績だった。2017年は シーズン前、第4回 WBC に、イタリア代表として参加した。シーズンでは19試合に登板して、防御率7.62と不審で、6月11日に、リーフ、13日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースへ配属された。7月5日に自由契約となった。 2017年7月19日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、参加の AAA 級オクラホマシティドジャースへ配属された。8月1日に自由契約となった。2018年2月24日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。怪我のため一試合も出場できず、5月18日に自由契約となった。2018年6月15日。 セントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。11月2日に一旦自由契約となった後、11月6日に再契約を結んだが、2019年7月3日に自由契約となった。ありがとうございます。